団子してます。かわいい。ポップ顔かわいいな。やほこんばんは、こんばんは。お団子、今日団子やね、珍しい。いってらっしゃい、ありがとう。かわいいかわいい、ピカリちゃん、元気そうでありがとう。私が面白がやばすぎ、リサの声太今皆さん聞こえましたか？あ、大丈夫？めっちゃ子供いるからね。え、そうなん？今なんかそこやってんの、なんか抵抗期がどのコーナーをしてるの、ね、あ、授業で習ってる。そうなんですよ。まだちょっとよくわかんないけど、まあ、なんか姉妹感あるな。やっぱありますか？姉妹感はあるよ。それ着てきたらかわいいな。皆さんここで星を集めてください。で、誰のところに投げるんですか？誰のところにしよう。違います、違います。桜のところに投げてください。桜田頑張れ。これはカード。桜田もう意地でも映んない。映んないね。明日は何の日？何の日？明日は何の日？いけほのかな、お誕生日。マジでな、うん、忘れてる。11時59分な、うん、なんでよ、連絡してください。任せろ、私忘れてる絶対。あ、そうやってな。かわいい、写真撮ってる。広告出るねんな。かわいい。あるお腹減った。え、お腹減ったな。あ、お腹減った。うちも今日お昼食べてない。食べないよ。なんか学校行ったら食べそびれた。残った。いいの、うん、泣いた。からさっきな、うん、パン食べた。あ、いいやん。お腹が満たされへん。あら、まあ、終わったら食べ、配信もって。今めっちゃがっつりしたものが食べたい。かわいい。かわいい。そのね、うん、あのお姉さんの、じゃあお姉さんじゃない、お母さんの妹からのね、うん、サンプレを決定しました。うん。何だった？こちら。お昼は。何これ。食べないとダメだよ。解凍キット。食べますよ。松本美ひなが怒ってるで。おにぎり食べな。おにぎり。おにぎりな。おにぎり最近食べてない。写真撮る。楽しんで。うん。載せてくれるの？なんか。牛丼いいな。牛丼やな。リサのポク顔かわいいな。な、スカチかわいいな。かわいい。食べたい。食べたい。かわいいね。かわいいね。これもう外髪にしたいぐらい今。もうほんまにかわいい。どうしよう、光る。持って帰る。光るもかわいいから。次は私光るに行きます。わ、やった。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 光る現れとる気分。いつもリサヒはこれに変えてるんやで。すごいな。今日いい匂いするし。いい匂いする。先生、リサの匂いやで、多分それ。ん？どっちもいい匂いするねんけど。リサがいい匂いする。最近洗濯機が壊れ。洗濯機が壊れ。あと新しく買いました。よかったね。かわいいね。かわいい。結婚しようね。え？うち？桜田リサ？うん。坂本彩香？あ、え、坂本彩香の方がいいな。坂本彩香の方が合ってる。坂本彩香で。え、桜田っていいやな、四字、うん。確かに。坂本も山本もよくない？あ、元やん、元やん。あ、そうや、元や。え、でもいっぱいあるやん。確かに。え、この前な、あれ数えてた。名前に田んぼの田つく人と、名前に元がつく人と、名前にのがつく人数えてた。でも結構いっぱいおるもんな。いっぱいおった、いっぱいおった。かわいいね。今日ね、やっぱいい匂いする。そう。今日ね、あの英語のスピーキングテストだったんですよ。うん。Are you from Osaka? Are you from Osaka? No, I'm not. とか言ったんですけども。かわいい。中学生の英語の話、かわいくない？かわいい。Where is your birthday? My birthday is December 24th. Oh, okay. っていうのができた。So cute. かわいい。So cute. So cute. かわいい。ベリベリかわいい。ベリベリ。かわいい。かわいい。かわいいね。
さんね、ちょっとね、あの私ね、生誕ティーができました。あおやったー、めちゃくちゃ自信作なのでね。いいやん、上手だったな。そうなんだ、この前見た、かわいい。まだあれなん出てない写真、まだしますそう、まだね、あの公表はね、されてないからね。あ、そうなんや。口頭でしか言ってないんだけどね。うん、頑張って使えてたもんな。うん、頑張りました。生誕ティー楽しみ、楽しみね。人の生誕ティーハンターやから。あとね、この人信じられないんですよ。あのいつも返信2日後に来るやんか、はい、ね、生誕っているって言ったら3秒で返信したの。信じられへん。ソーリー、やばい、ソーリー、ソーリー、やばい。うちも来年の生誕っていう、もうちょっと今から考えとこう。あ、いいな。いいな。何色、何しようかな。黒ベースにしようかな。あ、かわいい。絶対ぽい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 、光るぽいの、うん、ちょうだい。いいや、 XL で。結構すぎ、なんかダボってして、うん、細いタイツみたいな。タイツ、はい、やつで、うんうんうん、そうそうそう、あれが好き。あーね、かわいいな、かわいいな。え、ちょっとあはははは、足めっちゃ寒い。なあ、生足。今日一人ごと言ってたらさ、めっちゃ変な目で見られた。そりゃそうやろ。いつもの私だね。本当に寒いだけ。でも寒いは言っちゃうよな。やばいってつってずっと言ってたら変な味。やばい、かわいすぎて。来週のね、月曜日にね、うん、私はあのダンスのテストがあるんですよ、うん、どうしよう。学校で、学校で、なんかダンスがダンスじゃない、なんかダンスなんけど、うん、創作ダンスやし、うん、簡単やから、うん、そうなんだ。かわいい。え、かわいい、これ。こんなさ、あのよ、高値をやった私に怖いものはないよ。いけるよ。NMB の振りちょっとさ入れたら。いいやいいや、ちょっとさむずいやつ入れてさ、あ、私めっちゃダンス踊りますよ。高根の感想入れようやん。あ、ちょ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 スワンボート踊ったらいいやん。できてる。無理無理。ギター痛いの。スワンボート通れるかな。行ってくるわ。 OK、 行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。頑張ってね。ありがとうね。頑張ってね。あ、あなた本当に無理しちゃダメよ。寝ます。うん、寝てな。寝てみ。高根やったれ、できとる。ねっけ、ほんまにサンキューやっけ。リサがさ、めっちゃ前にさ、自分で振り付けしてたやつ。あ、あれ可愛かった。この前ね、ほんまにサンキューのね、うん、リハ映像8期ラインに来まして。来てた、うん。悲しい、自分で見てて。え、あれめっちゃバラバラじゃなかった。面白いぐらいバラバラだよ。な、笑いましたね、自分のダンスを見ながら。学校で本気ダンスは絶対成績良くなるやって。本気でダンスできるほどのようなダンスじゃないよ、ほんまに。これだけやから。かわいい、かわいいね。かわいい、かわいい。これにダンスをしろは無理です。かわいいね、リサちゃん。リサちゃんダンス踊ってるだけでかわいいよ。もう何してもかわいいよ。じゃ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 じうんうん、大丈夫だ。と、これしていい？うん、やっぱりこれやぴょんの声だ。うん、やぴょんの目だと思って、自分が。自分が？あいこと一緒？そう、やだ。次、ひかるにメイクしてもらおう。ひかるにしてもらうの？したいな。めっちゃしたい。あれ早くしよう。しよう。え、じゃあめっちゃしたいね。めっちゃしたいね。ほんまにしよう、これは。絶対しよう。な、今年中しよう。オッケー。あの、私山本ひかるとね、とある計画を企てているので、絶対みんな見てな。な、めっちゃ綺麗ですから。ひひ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 。あ、じゃあさ、リサをお姫様にしよう。あ、確かに。なんや、リサプリンセス。リサプリンセスにしよう。リサプリンセス。リサ、ちょ、ヒント出しとく。そうやな、リサがプリンセスで、うん、こちらは王子様的な、うん、様、こんなやつ、こんなやつ、プライオリティ的な。あ、まあ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 、そんな感じ。え、リサかわいい、ほんまにかわいい。
のリサ自作の小説どうなったの？消えた。あ、消えた。いや、あれは消えました。ずっと待ってたんやけど、誰か。あれはリサのパソコンが触りたかっただけなの。そうやったんや。そうなの、パソコンが触りたい時期なの。リサのさ、あれ、羊が、リサの羊が彩香だったんだって。そう。そう。なんかしかも、あれやんな、あの、ペアのお話し会の時のさ、ペアでな、姫と羊を決めてな、うん、な、一個、ワンペアずつ書こうとしようったよな、全部。え、そうなの。ああ、そうだ、言ってた。パソコンが触りたかっただけ、タイピングをしたかっただけなの。かわいい。タイピングは早いね、自信がありますよ。早いよ。ガチで。そうなの。クラスで2番目。すごい。すごいの。リサあれやんな、スマホ打つときさ、そう、あれあれやで、ひらがなじゃなくってさ、ローマ字のさ。すごいよな。ひらがな無理。え、マジでローマ字無理。そっちの方がすごいリサ。な、桜田さんの次の配信何時から？あ、はい、次8時5分からです。みんな来てくれる？絶対来てね。ここで今は8時5分集めた分がね。そう、投げてね。8時5分出れない。出れないの。声しか出れない。そうなの。お尻触ってますよ、この人。触ってないよ。触ってないよ。触ってないよって言ったら、何よ。怖いわ。何よ。じゃあ30分になったらランキングやんま。OK。いけるかな。あと1分や。30分ってもうこれ始まるからさ。始まりますね。そうやんな。から今から切りますよ。いますよ。30分になったら。あ、そうや、みんな明日私決勝だから3位内に絶対入りたいので。頑張って。お願いします。ごめんなさいでした。いや、全然全然使ってもらってた。その代わりうちがイベント出た時は桜田のファンの方に応援してくれて、桜田のファンの方に、はい、桜田のファミリアにね。ここで今あの条約結んで、結んでから、リサもね。そう、なんかやったら、うん、コラボ配信とかしような。桜田ファミリアに手伝ってもらってね。可愛い。桜田ファミリアってもうすぐ完成するって本当なの？え、なんかな、どうなんやろな。ニュースでやってた。なニュース？ニュースで桜田ファミリーあと何年後に完成みたいな。ああ、なんかあるよな。あ、三十分や。じゃあちょっと読みますね。おいでリサ。もうやっぱり出したいことなでも結構でかいになってたって。成長したよな。成長した。この前アキラ先生にも。ありがとうな。ありがとうな。ちょっと読みますね。13位ホーさんありがとうございます。12位かやのさんありがとうございます。11位石井さんありがとうございます。ちょっと待って、後ろやばい、後ろやばいですね。後ろ暴れました。小さい女性飲まれた。いやー、かわいい。10位まっくんさんありがとうございます。9位お金持ち先生さんありがとうございます。8位パロパロ2さんありがとうございます。7位あきちゃさんありがとうございます。6位富士さんありがとうございます。5位まさしさんありがとうございます。4位キャスさんありがとうございます。3位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。2位ラッチさんありがとうございます。1位ちさちゃんさんありがとうございます。ありがとうございます。後ろでね、後ろちょっとやばかったな。ちょっとやばかった。何言ってんの、最低。イチャイチャしてた。イチャイチャしてた。あのもう姉ですよ、妹を可愛がる姉です。いい、それが一番いいよ。光るもやで。次のターゲットあんたやで。嬉しくないやろ。かわいそうですね。かわいそう、かわいそう言うな。ある程度の忍耐力が必要です。忍耐力言うな。かわいい。 でもこの子もしっかり私にね、ほら抱きついてるので。ボキボキバキバキバキ。あやぴょん、またユニバレーティー行こうな。行こうな。リサ、もう一回乗ってさ、今フライングダイナソン乗るの。乗ろうな。あ、乗らない乗らない。え、ちょっと待って、この前強くなったよ。え、もう乗らない。あの、あ、マジ、光るすごいよ、この人。ほんまに絶叫系乗ってても、ずっとベラベラされてる。じゃあ、彩香のこと心配して。彩香大丈夫？なんかさ、だってさ、落下してめっちゃさ、シューンってなってる最中もさ、ずっと喋ってるんよ。すごい。一緒に行く、フライングダイナソン。人生初のフライングダイナソン。君と一緒に行きます。行こうな。いくらでも乗るよ、何回でも。あの炎とか無理そうな人と行くわ。そう、ミヒラと行ってらっしゃい。ですって。じゃあちょっと今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。バイバーイ。